子ありがとうございます。みんな、あ、かねしありがとうございます。今日はねお仕事に行ってきて今帰ってきました。楽しかった。ハートありがとう。今日は眠たい。今日はね、そうなの今日はよく眠れる。頑張った頑張った頑張った金のだるまありがとう。そうなんだよ、やった。今来ただけなんですけどね、寒くて今日はこの格好でいました。あ、今日は何したん。またお話しします楽しみにしててね。カーネーションありがとうございます。またね、でも本当に今日ねメールにも書いたんですけど、本当にねありがたいです。もうこうしてお仕事をいただけるありがたさ、本当に感謝してます。だからみんな楽しみに待っててね、早く言えるのが待ち遠しいやカーネーションありがとうございます。待ち遠しいです。ウキ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 してます。こんばんは、こんばんは、ありがとう。金の誰もありがとうございます。こんばんは。チャットから来ました。そう、チャットからスタッフさんがすごくね優しくてなんかとある、あ、そうそうそう、メイクがそう今日のお仕事でした。あ、いい子だから楽しみに待ってますね。いい子だ、すごくいい子だ、すごくいい子だ、ありがとう、待っててね。こんばんは、こんばんは。そう、スタッフさんがねすごくね優しい方ばかりで、今日はただいましたんですけど、持ってるねって言われた褒められた、すごい持ってるねって言われて褒められました。やったー、楽しみだ、お楽しみに。そうなんですよね、今日ね、ね、待ってね、なんで？なんでなの？なんで？ありがとう、和弘さんだ。かわいい。やったー、ありがとう。くまたわー、ありがとう。お礼書くね。今から書こうか。ありがとう、すごい嬉しい、クマタワーだやったー、嬉しい、ありがとう、かわいい、このクマタワー、カーネーション持ってる、ありがとうね、ハートありがとう。そう、褒められるの嬉しくて。お仕事お疲れ様でした。お疲れ様、どんばらこありがとう。こんばんは、こんばんは。びっくりね、母の日バージョンなってるな。そうそう、お母さんがねこの配信絶対見てるから、この話はあんましたくないんですけど、母の日何しようかなって思ってますありがとう、かわいい、ありがとうね、こちらこそ。こんばんは、こんばんは。そう、何しようかなって、営業行ってて昼配信、おー、お疲れ様、お疲れ様、ゆっくり休んでね。ハートありがとう。じゃあクマタワーのお礼を書きます。コメント返していくから、みんなたくさんコメントしていってね。嬉しい、こんばんは、こんばんは。でね、明日はごちゃがあるので、明日もね、ありがたいことにお仕事がある、そのままごちゃに行くので頑張ります。明日もね、朝って、そうね、母の日すごいよね。ピュッピュ
ュッピュ。かわいい、かわいいね。よしよし。クマタンは。嘘なかった枝豆。タワルル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 ル。もうその場でね、私はお礼を書くようにしてます。いつも忘れちゃうから、次来れなかったら申し訳ないし。 D48 2024年5月の何日だ、10日。クマタワーありがとう、嬉しい。読めるかな、ありがとうね。和弘さん、クマタワーありがとうございました。取れたかな、ありがとう。すごい、ドライブ。ごちゃ無理しないでね、ありがとう。そう、忙しい中、いやなんかね、私は今日なんかももちゃんを今日配信どうするのみたいな感じで聞かれたんですけど、私はいや私は配信しますって言ったら、え大丈夫なのみたいな感じで言われたから、いや私はもうみんなとお話しするのがあの現実逃避って言っちゃなんか言い方悪いんですけど、みんなと話してたら本当に時間を忘れちゃうぐらいあっという間なので私はこの配信のルームに引きこもりますお配信せん、こんばんこんばんは。かわいいやんまん。 HKT48 さんの泣き声さんがお披露目、最年少12歳。はぁ12歳、かわいいね。いつも見ても元気いっぱい、すごいな。元気ですよ私は。寝てるん、ギリギリ寝てますどんぶらこありがとう、かわいい、ありがとうございます。配信してくれてありがとう。いいえ、こっちこそいつも皆さん来てくれてありがとうございます。ほんまに、あ来てありがとう。彼氏ありがとうね、こんばんはこんばんは。もうね本当にね、私はねもうファンの人が好きすぎるってのがもう多分ね、もうずっと見てたらわかると思うんですけど、本当に好きなんですよ。わかる、私本当に好きなんだよね。この気持ち分かってくれてる？この気持ちは分かってくれてるわけ本当に好きなんだよねみんなのこと。だからショールームしたくてずっとうずうずしちゃう。ショールームしたい、ショールームしたい。そう、伝わってる？よかった、ハートありがとうございます。ヒロ行けへんかった。そうめっちゃね急に配信したので、こんばんこんばんは。またまた、あ絶対普段から配信見てないでしょ絶対配信見てないでしょ普段から。あれね本当に好きなんだよね、本当に好きなんだよ、本当に好きなんだよ。だから私は配信をしないと、もう動いちゃう、落ち着かなくて。あまり女性に好かれたことがないからそんな悲しいこと言わないでそんなことないですよ。こちらですか、ありがとう、こんばんこんばんは、こんばんこんばんは、もう来てありがとう。カーネーションありがとう。 HKT さんのサイトに泣き声のプロフィール、後で見に行く、で推しメンを探します。こんばんこんばんは、どんばらこありがとうございます。あ流れ星ありがとうございます。そうなんです、
なんかでもね本当になんか本当にね思うんですけど、私がこう活動してもう仕事もいただいてる中、皆さんがねいなかったら私は本当に絶対にこうして活動できてないんです。だから本当にありがとうございます。みんな、なんかめっちゃショートボブみたいじゃない、こう見たら。こんばんは。明日は暑くなるので気をつけてね。今日もめっちゃ暑かった、暑かったけど夜になったら超寒かった。外出たらあー寒ーとか言って。重たいよな、マッシーさんから引き継ぐの。マッシーさん重たいんですか。金のドラムありがとうございます。こんばんは、こんばんは。それお互い様、やった、ハートありがとう。今日も可愛い、ありがとうね、嬉しい。トウモロコありがとう。こんばんは、こんばんは、ありがとう、コメントしてくれて。え、そうマジでそう、お供します。ああありがとう、来てくれて。こう体壊すね、思う。なんかなんかなんていうん、寒暖差が本当にひどくて、私本当にそういうので体調崩しちゃいそうで怖くて。ももちゃんがいなければおしらもいない。はあ本当にありがとう、嬉しい、優しい。本日マリナさんが2回目でラフで締めくくね、そうですよ、おめでとうございます。9周年本当に、なんかずっとでも本当に思うんですけど、日野さんも言ってたんですけど、本当推しは推せるうちに推せって、本当にその言葉通りなのでね、本当にすごいですよね、おめでとうございますね。明日ラジオって1週間確かに早い。かわちゃんかっこいい、ありがとう。昨日も来てたんですけどね。ももちゃんいなかったら今これ NGT をしてないよ。ありがとう、めっちゃ嬉しい、その言葉。チャット22個。ごめんね、22個も送っちゃった。もう本当に私はチャット、もう今の私のリアルタイムをみんなに分かってほしすぎて、チャットを永遠送ってしまう。なんかさ、チャットってさ一時期お試し期間あったやん。なんかお試し期間より私送ってる気がする。うん、お試し期間はなんか10個とかやった記憶がある。いや3個とかの日やったかな。お試し期間3個とかやのに、お試し期間に普通そうやって頑張ると思うねんな、普通の人って。でも私はお試し期間3個で今は22個。逆なんよな。カーネーションありがとう。あ、ペンライト、カーネーションありがとう。ハートありがとう、ありがとうの アイテムありがとうございます。ももかはドラフト3期受けてない。ハートありがとう。昨日配信でやめたら忘れてって言った方がみんなの心に残るでしょってめっちゃ思う。重いね。確かに重たいな。今週特に今日一日ね、今日ほんまに昨日から今日がすごかったね。あ、カーネーションありがとう。カーネーションの花束、こんばんは、こんばんは。どんぶらかありがとう。こんばんは、こんばんは。いろいろ何年の時もこちゃんが自身入ってくれて元気もらえてる。話聞くで。なんかさ、ほんまにみんなさ悩みがあったらほんまに送ってきてほしい。なんかもう1対1では話せへんからあれやけど、なんやろな、全然こういう配信のルームでさ、お悩み相談室っていうテロップ書いてさ、まあ、みんなにはバーンって表には出さないといけない悩み相談になっちゃうけど、それでもよかったら私本当に何でも話聞くよ。こんばんは、こんばんは。こまちゃん、こまちゃんパパバイクの間、こまちゃんパパ、あ、絶対話し合うと思う。そう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 、今この時ももちゃん出会えて嬉しいね、ありがとう、嬉しい、優しいね。こんばんは、こんばんは。そう、明日の夜ごちゃなんです、よかったら聞いてくださいね。
あちゃんあと18年、そう、ももちゃんあと18年、まなさん9周年から3日後、おお、じゃああと3日後か、あと3日後が誕生日か、お祝うな、絶対来てな、ちょっといっぱい送ってくれて嬉しい、ありがとうみんながねそうやってねチャットを、チャット撮ったよって言ってくれるから、あ送ろうってなるんですよ、みんなありがとうございます、本当に。逆にね、カネシありがとうございます、カオイありがとう、チャットにも慣れた、え、なんか慣れてない気がする、慣れてないけど、なんかあチャット送らなきゃってなんか思うようになった、チャットが始まってから、あみんながチャットを待っているってほんまに待とうか分からんけど、なんかあチャットチャットチャット、朝起きておはようチャットとか、ご飯食べながら、んえめっちゃ美味しい、これはみんなに教えてあげなきゃチャットでとかなるんです。でメールは1日あったことを長めの文章で書いて、でも今日は2通送ったかな、昨日送れへんかった影響で、そう逆やねんな。えお試し期間がももちゃんだけちょっと、ね、ありがとうね、嬉しいこと、悩みサロンズが勝てません、その悩みは聞けないな、それはね、私それはね、なんか もっと応援したらいいと思うよ今までだいぶね応援してると思うんですけど、もっと応援したら勝てますよ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、あもう来た、ありがとう、優しいね、そんなことない。え一昨日仕事で失敗しました、どういう失敗の仕方かな、なんか取り返しのつかない感じかな、取り返しのつかないことだったらそれは反省すべき だし、取り返しつく失敗だったら全然私も失敗するから、そんな重く捉えなくていいよ。見てニキビできた、ほら私もニキビできるんです定年退職が心配なんですけど、そうですね、じゃあももちゃん、ももちゃんと幸せになろうごちゃもちろん聞く、ありがとう、チャットまだ撮ってない、よかったら撮ってね、無理やり強制はしないけど、すごいあのおすすめです、私の中でなんかいっぱいあるんですけど、スタコレとかチャットとかメールいっぱいあるんですけど、私はこの中でどれをおすすめするかって言ったら絶対に圧倒的チャットチャット、あれモバメ待ちです、あれ送ったけどな、さっき始まる前に、あれ送れてなかったっけ、送った気がする、さっきあれ NNB やさんや ST さんだったら会えてない可能性があった、え本当にそう、ごちゃん毎回聞いてます、 ありがとうございます、サイレンのモノマネ素晴らしいですありがとう、嬉しい、ごちゃからのありがとうね、また聞いてください応援よろしくお願いします、ママが来た、ありがとう、とりあえずなんかチェックしてるやった、じゃあ今度一緒に食べましょう、チャットに動画送るのでかわいい、ありがとう、えごちゃで知って最近モバイルメール読んでます、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうね、めっちゃ嬉しい、そうやって言ってくださってかわいい、ありがとう、チャット依存症、今ねほんとチャット依存症で、なんかもうほんとに携帯触ればチャットってなってる、でもこれは本当にこのチャットに送ってもいいのかっていうあの会議を頭の中でしてから送ってる、もちゃんチャットいっぱい送ってくれてありがとう、そうやって褒めてくれて、めちゃくちゃな悩みですんません、いや人だって悩みはそんなバラバラなので、そういう悩みだって、そういう悩みがあってもいいんだよ将来のことがいろいろ心配です、どういろいろなことってどういうことやろ、どういうお金とかかな、でもなんかさ、私的な意見だから本当に間違ってるんですよ、私の意見って本当に間違ってるんですけど、あこういう意見を言う人もいるんだって思う感じで聞いてほしいんですけど、将来のことが不安ですっていう結構言う人いるじゃないですか、
え、今を楽しく生きてたらなんか多分その彼に将来何年後かになってもずっと今を楽しく生きようっていうモチベーションにでいたらなんかその心配なこと忘れると思う。あ、気がついたらなんか何年前は将来心配やなって思ってたけど今その将来来てみたけど生きてるけど全然何ともないって思うかもしれへんし、だからほんまに今をね、人って本当にいつなんかポッキリそうなるかも分からへんし、だから本当に今を楽しく生きてれば私はいいと思う。うん、まあ、確かにね、多少は考えないといけないかもしれないんですけど、考えたらどうしようどうしようってなって本当にその悩みでなんか頭がぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれないのでそんなにね、もう今は楽しく生きようって思えばいいんじゃないかなって私は思うけど、でもそう思えなかったらごめんね。でもこれは私的な意見なのであ、こうやって思ってる人もいるんやって感じでもうスーって流してくれたらいい結婚してありがとう。400年後にしようね。悩み、凪が面白すぎます。凪が面白いよ、凪は面白い。結婚してありがとうございます。300年後にしよう。こんばんは、こんばんは。おじさんはメールなので、お、あ、お豆届いた、やった阪神勝ちました、やったー、嬉しい。メール来た、やった。あ、来てた、全然ありがとうございます。あ、返した、あ、そう、さっき送った、そう。今日も可愛いももちゃんが見れてるし、お、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。チャットそういうことでいいやん。チャットも確かにね、最近チャット面白くてめっちゃ笑うねありがとう嬉しい。そう、今日はね、チャットはね見てくれた方は分かると思うんですけど、ワッフルを昨日作って、じゃあワッフルがもうほんとへばりついて、なんかワッフルだと思わなかったよね、あれどう見ても。なんなんですかあれなんなん。メールなので、うん、ありがとうね。チャット開いてます、ありがとう。あー、タイムラグね。ごちゃ聞くためにプレミア、え、ありがとう、ありがとう。これからも聞いてね、ハートありがとうございます。そんなことありません。そうね、そうだからね、おそらくなんとかな、私のね、私は最近なんとかなったら本当に、まあ、反省をしようってなるんですけど、だいたいなんとかなる気がするから、うん、なんかあってその人にめっちゃ怒られたらもう本当に反省して次からそうしないようにしようって成長もできるし、うん、大丈夫だよ、なんとかなるよ、なんとかなるよ。こんばんは、こんばんはショールームや TVer や YouTube に追われて時間が足りません。時間が足りません。時間はね、私は何とも言えねえな言えねえな。ショールームや TVer や YouTube に追われて、え、どういう動画を見てるんですかどういう動画、それが一番ね、ハートありがとう。そう、頑張ろうね。そう、人それぞれです。だるまありがとう、カネシありがとうどんな悲しいこと言わないで、大丈夫だよ、ありがとう。毎日楽しく生きます。そう、楽しく生きてたらね、気がついたら、あ、不安だったことの、昔不安だったけどなんか全然将来来てみたら大丈夫じゃんってなってる気がする。だって私は何でしょうね、あの、私の体験談なんですけど私の体験談、ほんまにね、ろくなことじゃないんですけど、なんか高校3の時に、なんか私はアイドルになりたいってなって、でもアイドル、私の将来どうなってるんやろうってなって、みんなは将来のために大学とか専門学校行ってるんですけど、私はアイドルになりたいから、まあ、とにかくじゃあ働いてみたら一回やりたいことないし、アイドル以外はみたいな感じで思って、
まあなんか私の将来は何とかしてくれるやろみたいな感じで思って、諦めずになんかオーディションとか受けて、受けながら働きながらいろいろしてたらアイドルになれたし、そう、なんとかなると思うこれでなんとかならなかったらごめんなさいなんですけど、きっと大丈夫ですよ、そんな重くなく、重くなんだって。最近推しメンが増えそうです、すいません、許さない分かります、最近アイドル多いからね。味がワッフル、そう味がワッフルだったのでクリームの付け方立つあれソフトクリームあれさ、作法はこうめっちゃ綺麗な、なんか巻き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 ができてたんですけど、私はちょっと巻き巻きをしてたら太っちゃうって思ってしまって、でもソフトクリームを食べたいからひゅってひとひねりだけでじゃあボトってちょっとね嫌な感じになっちゃったんですけど、すごい美味しかった、かわいい、ありがとう、こんばんこんばんは、反省しません、謝りません悪いことしたら反省しようね、でも悪いこと してなかったら謝らなくていいからこんばんはこんばんはかわいいかわいい、もーちゃんの言う通りなんとかなってきた人生です、そうなんとかなるんです、だから大丈夫だよ、なんとかならなかった間でも私に相談しに来て(笑)おじさんの寝落ちをなんとかして、いやもうそれはもう寝てくださいよ、もう眠たい証拠、眠たいから寝たい時に 寝てください、それはももちゃんのショールームとかドラマやバラエティとかに、うーん、でもその中にももちゃんのショールーム書いてくれて嬉しい、でもマジで時間が足りなかったら本当にももちゃんのショールームは本当に時間があるとき来てくれたらいいだけだからね、本当にもう時間は大切だからね、お金より本当にね、頑張ろうか、ありがとう、もんちゃん何回くらいオーディション受けたの、80回ぐらい結構ガチで80回ぐらい受けてる気がする、うん、本当にね私がね存じ上げないアイドルオーディションとかもね送ったりとかしてたので、本当にね数えて一回ね、本当に悪いんですけど私も歯医者の受付してる時に本当にね患者さんが来なくて、受付の時に私何回オーディション受けたんやろうって思って全部計算したんですよ。じゃあね767とか77とかやった気がした、記憶が合ってれば、もう本当にめっちゃ受けたなって思った。本当にね、なんか私地下アイドルのアイドルさん、地下アイドルさんのオーディションもね受けてたりとかしてしたし、そう本当にねめっちゃどうしてもアイドルになりたくて、もーちゃんアイドル、ありがとう。あれもちゃん DD 大丈夫やった、大丈夫やけど悲しい正直悲しい嬉しい、なりたいものになりしっかり働いてる奥村さん奥村さん嬉しい、ありがとう、こんばんはこんばんは ありがとうございます、こんばんは。お茶でどんばらこって言われるのだったんだっけ、なんかねそうなった気がするどんぶらこ、どんぶらこお疲れ様ですありがとうございます、どんぶらこ、80回ね、私もその時数えた時びっくりした、76とか、私計算機を数字忘れちゃうから一回一回計算機使って、一回あこのレッション一回このレッション一回って考えてたら、76、ハロプロさんとかも受けてたからね私、ハロプロさん、坂道さん、地下アイドルさん、サッシーさんのアイドルグループとか私韓国アイドル
とかも受けてたし、あでもそれはねあの書類落ちでしたけれどもはい、遅くなった、いやありがとう、多くの中が、いや NGT48 が私のことをね引き受けてくれたんですよ。そうこんばんこんばんは、結果にね本当にそうね、マッシーさんと同じなんですよね、レインボースターありがとうございます、そう絶対諦めたくなくて一回きりの人生やりたくないことで終わらすなんてやだってなって、でも結果的にそう多分ね、みんなね多分私は何回ぐらい受けてるって思ってるんやろと思いながら、80回、約80回に、80回は行ってないですけど、86回、76回、77回ぐらい受けてますまあ約因数分解したら、因数分解約分したら80回、えなんだってごちゃリスナーは品目じゃねえ、やだ恥ずかしい、もう明日じゃあひあでもひめっちゃ、じゃあちょっとスタッカート風にひめじジョーカーらにしようかな、したまくくるマリナさんもーちゃんのせんちゃんはいさん呼ばなきゃね、ね泣けてきた、泣かないでそうそうそう、あそう僕はおさんも受けてましたね、僕はおさんはね私三次審査まで行ったかな、うん、あの写真ありますよ、看板で撮った、私当時ね TikTok もやってたので TikTok に上げたら結構バズってね、それがあの中西アルノさんに似てるって言われました、コメント欄ですごく嬉しい、そう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 、どこ、こちらこそですよ、これもそう本当にそう、新潟のもちゃんに会えて嬉しい、ありがとう俺が審査員だった写真で合格するやった、こんばんこんばんは、ずっともちゃんついていきます、お言ったで、言葉の責任重たいからね人生の中で出会ってなかったのかなと思って、ありがとう優しい、農業、そう農業ね、そうそう、門が来た、ちょ切り上げ、そう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 、かわいい、ありがとう、フォルティッシモ NGT に入ったの、ここの運命ですねきっとね、めっちゃもう頑張るか、ありがとうございます、なるほどね、可愛いんでしょうね、可愛くない可愛くないな、わありがとう、なんだこれ、何これ、ありがとうクマさん、クマティありがとう初見です、ありがとう、よかったらフォローよろしくお願いします、確かにあるのじさん、いやね今はね全くね思わないんですけど、なんかねその当時はねなんかすごくな、え画像、あめっちゃ見せたいな、えこれってさチャットとかに載っけてもいいんですかね、一回スタッフさんに聞いてみよう、ちょっとじゃあ載せますね、楽しみにしてて、ねえヤンヤンガールズ本当ありがたいです、タコさんありがとう、レインボースターありがとう、ハートありがとう、こんばんこんばんは、もちろん約束します、あ四捨五入ね、え言ったよな四捨五入、見たい見たい、確かに、じゃあもしダメって言われたら切り取って、私の顔、私のスタイルと顔だけ送るわ、じゃあそうあのね乃木坂46ライバルオーディション三次審査、二次審査やった、え三次、え二次、えどっちだっけ忘れちゃったに、看板がね撮る看板があるんですけど、そこの看板の前でね記念撮影をしたので載せますね、あ四捨五入のことを因数分解おバカだ、何してんだか、お茶目だな、じゃん、いて、
すごいマッシーさん、レインボースターありがとうございます。かわいいな、ありがとう。もちろんもちろんかわいい。ありがとう、甘やかしてくれて助かります。甘やかしてくれて助かります。髪型がおかしい。毎日かわいい、ありがとうございます、優しい。ももちゃん甘やかしたい、ももちゃんを甘やかしてください、甘やかしてください、ほんまに、ほんま。秋山えなちゃんと友達になるの、お、なりたい。え、ありがとう、和弘さん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。仕事終わった、お疲れ様。劇場でももちゃんに会いたい。え、私も本当に早く公演デビューできるように頑張りますね。初日にここにいるみんなには初日絶対入ってほしい。まあめちゃくちゃまだまだになるでしょうけど頑張るので初日に来てほしい。こんばんは、こんばんは。可愛いから甘やかしたくなる。甘やかして甘やかしてくださいよ、ほんまほんま甘やかしてください。こんばんは、こんばんはね、絶対来てほしい。泣いて喜ぶ、泣いてくれるんですか。無事帰ってくれてよかった、ハートありがとうございます。ね、頑張りますね、頑張るぞ。ひなはたありがとうございます。そうだから本当にね、まず目標は選抜入りと公演デビューです。頑張ります。頑張る、頑張る、頑張るよ。そう、こまこまありがとうございます。だから頑張りますね、みんなに、みんな、え、ここにおるみんながね集まったら、わー、なんと幸せな日なんだ。パーティーのユニット、あれ、星の温度、星の温度めっちゃ好きな歌。私ほんと切ない系の曲がすごく好きなので、牧師とかもすごく好き。君とばたりと出会ったね、町外れの夏祭りの夜。ありがとう、256連コール。そのためにも姫のね、本当に頑張りますね、応援よろしくお願いします。花火大会どうなんでしょう。初日公演倍率高そう、ね、高いんかな、高いかな、高かったらいいのにな。シングル発売倍率発表になるのかな、確かにいつなんでしょうね、本当にねえ、本当に早くだってさ、シングル発売したらさ、お話し会がもうあるってことやん。だからね、早く、あ、天使の尻尾めっちゃしたい、めっちゃしたい。今すぐ会いたい人がいる、諦めたくない時が、じゃあ道に迷っているなら見つけてあげたい。そうだから、ほんまに私は
お話し会希望、お話し会希望です。お話し会、お話し会、でも話し会来たらみんな何分話す？私と、私は何分でもみんなと話せます。あと幼稚園児の格好もしますね。私も握手会したい。私のこのプニプニお手手をプニプニぜひよろしく。ほらほら、めっちゃ分厚いこのプニプニお手手。ちょっとキスをちょうだいね。めっちゃあの曲好き。握手会でもね、握手会、握手会やったら私本当にね、私はもうあの接着剤みたいなつけてありがとう離さないよっていうねことをしちゃうはい、じゃ次の方どうぞみたいな感じでね、何枚でーすって言われるよ。ちょっと待ってね、ありがとう。ええ話さないよ話さないよ、話すわけないよね、話すわけないよね話さないよ、絶対話さないよ。その後どうする？その後はうん、一緒に病院に行くすいません、剥がしてください。え、すごい、握手した時めっちゃいい匂いした。じゃあ私もめっちゃハンドクリームをべちゃ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 塗って、もうこうやってありがとうねって触って、あめっちゃいい匂いってみんなにもさせたいですね話さないよ、なんでとか言ってなんでなんで話さないといけない、意味わかんないよとか言って、はい、いやー皮はね皮は仕方ないもん、そのため桃の香りまあいいですね、確かに可愛い。あ、金のだるまありがとうございます。いやでもね、握手会ねいつかあったらいいのになって思う。ぶちょ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 って座って、ぶちょ何事もなかったかのように、もうなんならハンドクリームとか塗っちゃう、こうやってこうやってね握手したら、はいぶちょそしたら一緒にやろう、汚ね、病気になっちゃいますよ、汚ね汚ね握手会の時のメンバーの時の感覚覚えてるねえ。でも私ね、あの欅坂さんがねもともと本当に好きだったので、菅井優香さんの握手会に行ってたんですけど、菅井優香さんほんま罪な人です、本当にもう沼にはまりましたね握手会でめっちゃいい匂いやったし、手がしかも頭ポンポンもしてくださってマリナさん、マリナさんの握手、いやさせないよ、 みんなさせない、私がもう私がずっとこうやってマリナさんの前に立ってさせない、マリナさんと握手はさせないよ、はい、この私が止めます、させない。磯崎奈々手柔らかそう、奈々、いやーこれ奥村桃子が一番手柔らかいあーうわー悔しい、マウント取っちゃって、みんなそうやってみんなマウント取るんだよ、本当にひどいな、そうやってねマウント取っちゃって、ここへ投げちゃんにも行けた、もう行けば行けばいいじゃんもう行きなよもう、ハートありがとうマリナちゃん食べられるとそれはマジで
お前食べないですよ。私はこうやってやだ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 はい、マリナさんとは心と心で通じ合ってるから。はい、はい、はひょんですよ。はひょん、ハートありがとうございますもうね、例えばじゃあみんながね、じゃあ私に握手券の例えばじゃあ10枚出したとします。で私がそれスタッフさんとしてね10枚受け取りました、皆さんの券を0枚でーすっていうはい、あ、はい、その時は10枚ね、10枚はい、なんで続いてねお願いします、0枚でーす、はい、秒秒でレン入れない、入らせない。こんばんは、こんばんは、握手券確かにそんなことしたらねダメだよね、ごめんなさい、やりません。さ、冗談じゃないですか、冗談ですよ皆さんふふ冗談ですよ、冗談じゃないですかそんな奥村さん怖くなりました。あー、もちゃんすごくいい子なのに冗談ですよ、本当にね楽しみですね、なんかお話し会すごいウキウキしてる。私は奥村さんに並ぶの怖い、話さないよ、もうめっちゃ目が、話さないよ、話さないよ、なんで話してくれると思ったの。ももちゃんに並ぶと、ももちゃんに並ぶと永遠もう1時間ぐらい話できそうだけどね。ももちゃん手ちっちゃいね、こんばんは、昨日のねー、すごいよね日向さん、本当に素晴らしい、本当にかっこいい日向さん。隣の蓮からももちゃん眺めたい、ね、なんでそんな意地悪なこと言うわけなんでそんな意地悪なこと言うわけ、ひどいよ。待ってるのは待たせるより少なくとも間違ってないね、確かにそれはオンラインなのかな、多分オンラインよな。バンブロックありがとうございます。え、確かにマリナさんが隣のレンやと私だと、あ、ありがとう、ありがとう、ちょ、一緒にマリナさん見るとか一緒にマリナさん見ようよね、あ、あ、手触ってる手触ってる最近気になりつつあるの沼ですか、嬉しい、沼もうなんかもう抜け出せないようにしてやるしてやる、ありがとう、嬉しい。もちゃん会うときはお前、え、いいよ内緒ね、ハートありがとう、火の誰もありがとうございます。隣に並んで人に手を打てそう、え、私ね、うん、する気はする僕もいつかもちゃんの気の取りかも、え、待ってるよいつでも待ってるよ、金の旗ありがとうございます。おもろそうカオスになりそうよな、声の大きい人は橋のレーンと、え、やだ、橋やだ、橋やだ、私橋やだ、私は超ど真ん中がいい、もう超ど真ん中がいい、一緒に並ぶ、じゃあ並ぼう、確かに初見です、兵庫の方ですか、あ、兵庫の方です、姫路城の方です、白丸姫ですね一人だけ外でね、やだ、なんで
やだ、あくまちゃんと話し返したいしようね。楽しみにしてるよ。どんぶらこありがとう、もう来た、ありがとう。え、ももちゃんと握手会だけ来たら私もいい顔にハンドスクリームつける、かわいい。じゃあ私のハンドクリームとあの混ぜ合わせて変なハンドクリームの匂いにしようね。うるさい子端。じゃあ私今日から静かにします。皆さんこんにちは、みんな、ね、今日はね本当に来てくれてありがとうございます。声を聞いて端やられたつ、あ、私は静かだから真ん中かな。みんなお姉さんとレイの連番ね、分かった約束だよ。カーリちゃんとカーリのレイ、あ、カーリさんとねお話、あ、そうですね、今日はしっかりめ、あ、今日ねお仕事だったのでねメイクしてます。はい、ももちゃんのキャッチフレーズ大好き、ありがとうございます。カーリさんとなんだか、あ、そうかな、カーリさんプリン始めた、あ、そうだ、そうですよね、ももちゃんこんばんは、いいな、ベシなのでおしまいにしていいですか。いいですか、どんどんしてください、どんどんしてくださいって言い方おかしいんですけど、ありがとう、嬉しい。奥村桃香って言います、よかったらお名前だけでも覚えてください、嬉しい。こんばんは、こんばんは、ももちゃんと握手会一人楽しむの、私も楽しむだよ、走りだなった、そうなの、なんでみんな笑ってるの、キャラクター変よ、体調大丈夫、大丈夫だよ、ありがとうございます。急に戻ってないよ、ももちゃん静かだしな、静かじゃないよ私、これでも声大きい方なんだよね、声が大きいとね端になるジンクス、あ、じゃあ私静かだから真ん中になりそうだね、私が井上さんしか言ってないけど、端、じゃあ私真ん中かな、静かだからね、今ちょっとキャラ作ってます、すいません、いや作ってないです、これ私素ですよ、はい、私これ素だよ、はい、先生ももちゃんがこれでも助けて、助けなくていいよ、ももちゃん大丈夫、大丈夫だよ、わかりました、おしめにしますね。いいの、あ、声ガラガラ、いいの、いいの、いいんですか、ありがとう、幸せにしするしろね、するね、ありがとう、ちょっと離れたらどうした、マリナさん、おしだけど、なんか近いのに、あ、待って、マリナさんの配信始まった。もーちゃん、5月の、ちょうどいいの。今さら騙され、なんで、こんばんこんばんは、お供します、ありがとう。たまにキャラが元に戻る。こんばんこんばんは。みんなマリナさんの配信に行くんでしょ。終わらないよ。終わらないよ。今なんかやった、同じ兵庫県なのでおしめよる、ね、嬉しい、ありがとう、しかも名前一緒じゃん、ありがとう。気持ち悪い、自分でしときながら。ありがとう、ありがとう。あ、気持ち悪くてびっくりしちゃった今自分が。こんばんは、こんばんは、ではね移動します、バイバイ。バイバイ、ありがとうね、来てくれて、ハートありがとう。あーね、ありがとう、そうやってしてくれて。今度はトキャラで行くの。ももたんはすごく眠眠なんだけど、眠くないよ。大丈夫か。大丈夫だよ、ありがとうございます、カーネーションありがとうございます。シューしたら。はい、もうすぐ1時間経過、どっちが本当の、あ、こっちです、すいません、本当にごめんなさい、ごめんね、それ思った、どんばか、今日キャラ変わった、誰、あ、ももちゃんです、ハートありがとう。マリナさん9周年配信中、あ、じゃあ私も配信が終わったらいい子を、ごめん、受ける、受けないで。お、たまずに、どっちも言います、あ、ありがとうございます。
でもたまにいるよねそういう。え、いますか。私見たことないで。そんなそんなんとか言っちゃった。ももたん壊れちゃったけどもう治りました。もう治った。今日なんか涙袋うまいこと言ったな。ももちゃんはももちゃんであることが一番。ありがとう。嬉しいな。ありがとうございます。 NGT で一番美人さんですね。またまたそんなこと言っちゃって。何にも出ませんよ私。ありがとうね。嬉しい。どんぶらこありがとうございます。たまたただらけ両方とももちゃん。いいの。ありがとう。今日のメイクめっちゃ好きね。今日ねなんか涙袋が何笑ってなくてもプクってしてるね。やった。どういうメイクしたっけ。今日多分みんなと話しながらメイクしたから忘れちゃった。明日はね多分ねお昼に配信するかも。夜ごちゃがあるので、明日と明日お昼からねお仕事がありがたいことにあるので、はい明日はねお昼そのお仕事行くまで私を配信します。待ってるよ。今日のもちゃん好き。ありがとう。いつももちゃんのこと好きだよね。ありがとう。ももちゃんって細い女何かちょうだいあげません。 JK ですか。二十歳です。美人は美人。ありがとう。了解です。ありがとう。iPad は見る用で iPhone のコメントし、ありがとう。そんなね嬉しい。あ、可愛い。ありがとうございます。タムスやマリナさんともちゃんを2人並べて見てるけどどっちもいき、ねえ嬉しい。めっちゃその組み合わせをありがとうございます。今日のもちゃん、ほんまに嬉しい。ありがとう。ごめんお昼配信はいけない。全然もういつでも来て待ってるよ。あとね私ね日曜日の日が本当に配信できるか分からなくて、ごちゃ帰ってきてからもうそのままそうお仕事がありがたいことに あるので、配信ができるか分からない日曜日だから、そうなったらできなかったらごめんなさい。でもできればしたいので、私はちょっとでも桃の字とは。ハートありがとうございます。どんぶらこありがとう。バラありがとう。いつもいいんですよももちゃんも。ありがとう。もう来た。ありがとう。お昼楽しみ。ありがとうね。ハートありがとう。奥村さんお疲れ様です。無理しないでね。ありがとう。なんて幸せなんだろう。嬉しい。ありがとう。無理しちゃいかんよ。ありがとう。できるとき。ありがとう。みんな優しいね。なんでみんなってそんな優しいわけ。優しい。優しい。学校でも通ってたわけ。優しい学校でも通ってたよね、絶対。だって優しすぎるもん、みんな。なんでそんな優しいの。そういう優しいところが本当に大好きだから私は配信する。日曜日も。はい。ごちゃごにお仕事。そう、ごちゃごにね、帰ってきてお仕事が。そうなの。ごめんなさい。はい、ということで30分になったら配信切りますね。無理しないで。無理してない。無理してないよ。大丈夫。ありがとうございます。パン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 。そうだから来てください、配信するので。来れたら来てね。だから壇上を読みます。パン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 。
範囲とかが君はもう出て夢は覚めたんだ。明日は昼間に配信します。その後ごちゃがあるのでよかったら聞いてください。ということでこの配信は以上となるので13位から読んでいきます。13位ひでよさんありがとうございます。パチ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 。次第12位猫舌監督さんありがとうございます。続いて第11位鈴人さんありがとうございます。続いて第10位タムムさんありがとうございます。タコとブロッコリーバジルサラダめっちゃ美味しかったです。これからももちゃんおね、あれ私ほんまにめっちゃあれ好きなんです。セブン行ったらずっと食べてる。ありがとうございます。続いて第9位カーマイフさんももちゃんこんばんは。今日も楽しい配信ありがとう。千葉から応援してます。ありがとう千葉からまた待ってるよ。続いて第8位コムタンさんありがとうございます。配信ありがとね。みんなのマリナおめでとう。意味がわからない。ありがとうございます。配信ありがとね。こちらこそ。次7位お金持ち先生さんありがとうございます。アンガガガなんですかそれ。ありがとうございます。続いて第6位ひでじじさんありがとうございます。ありがとうひでじじさん。続いて第5位直行さんありがとうございます。もこちゃんの夢は私の夢でもねえ。ありがとうもう私大好きな。ありがとう直行さんまた劇場で待ってるね。続いて第4位たくぞうさんありがとうございます。ありがとうございます。続いて第3位はやとさんありがとうございます。ももちゃん大好きです。私もだよ。ありがとうね。続いて第2位みーさん今日もちゃんたちが歩いた道はよく車で通るので今度通るときも触れてるの想像します。ありがとう嬉しい。次第1位が近藤和弘さんです。和弘さん今日は雲タワーありがとうございました。はい急に配信終わるって言っちゃったんですけど皆さん今日も見てくださりありがとうございました。というわけで以上になります。みんなありがとう最後まで見てくれて。私は明日も明後日も頑張ります。あはいこちらこそ見に来てくれてありがとね。じゃあまた配信でお会いしましょう。おやすみおやすみ。いい夢見てね。いい夢見てね。大好きだよー。